ゲオールギオス一世、ゲオルギオス一世、1845年12月24日から1913年3月18日は、ギリシャの国王、在位、1863年3月30日から1913年3月18日。もともとは、デンマーク王子だったが、1863年に、議会で、初代国王を孫一世の敗と、 自身の即位が可決されると、イギリスやフランス、ロシアなど列強諸国の支援もあって、17歳で、大位についた。これに伴い、デンマークの国境である、ルーテル教会から、ギリシャ正教会に改修した。大位についた当時は、ギリシャは後進国の位置に甘んじており、このような同国の問題点の解決に努めた。デオルギオス一世は一員正義会を施行し、ギリシャが、 立憲君主制国家であることを宣布し、経済面に力点を置いた近代化を施行した。中でも特に力を注いだ農村環境の改善は1920年に実現することとなった。一方で、1864年にはイオニア諸島、1881年にはテッサリア、1912年にはマケドニアイピロステッサロニキ、 1913年には、クレタ島を獲得した。しかし、ギリシャの領土獲得のためには手段を選ばないかのような発言を繰り返して、周辺諸国の反発を買い、第一次バルカン戦争中の1913年に、前年、オスマン帝国から奪還したテッサロニキ機を、放した際、暗殺された。没後、1954年から発行されていた銃。 ドラクマ紙幣に肖像が使用されていた。デンマーク国王クリスチャン九世の次男クリスチャン、ビルヘルム・フェルディナント・アドルフ・ゲオルク、として、首都コペンハーゲンで生まれた。デンマーク王子時代は、父方の祖父、グルックスブルクコーフリードリヒ・ビルヘルムと母方の、祖父ヘッセンイコールカッセルイコールルンペンハイム紅白、ビルヘルムにちなんだ、ビルヘルムの名で呼ばれいた。 1852年に、父が、獅子のいない、デンマーク国王フレゼリク7世の継承者に選ばれ、一家は、デンマーク王子並びに、王女の称号が与えられることとなった。兄は、デンマーク王フレゼリク8世、姉に、イギリス王エドワード7世の王妃、アレクサンドラ、妹に、ロシア皇帝アレクサンドル3世の皇后マリア、ダウマー、ハノーファー王国の元を大使、 エルンスト・アウグストのーラ、弟に、バルデマーがいる。ビルヘルムは、デンマーク海軍の士官として活躍するようになったが、1863年3月30日に、オソン・一世の後継者として、ギリシャ国王に選出され、父より7ヶ月半先に王位につくこととなった。ゲオールギオス・一世は、ギリシャ国民が、初めて選択した国王ではなかった。 お孫一世の打倒と同時に国民の多くは共和国よりも君主制を支持したが、お孫一世の弟で推定相続人であるルイトポルの大位継承を拒絶した。多くのギリシャ国民は列強の一つであるイギリスとの関係強化を模索し、ビクトリア女王の次男であるエディンバラ校アルフレッドに大位継承を打診した。イギリスの外相だったパーマストンはギリシャ国民は ロードの拡張を熱望していると考え、当時イギリスの保護領だったイオニア諸島でも、同等のギリシャへの活用を望む声が上がった。しかし、1832年のロンドン会議では、いずれの列強諸国の王族も、ギリシャの王位を継承することを禁止するとして、ビクトリア女王も、次男のギリシャ王位継承に断固として反対した。それでも、ギリシャ国民は、国民投票を実施し、 24万票中95%が、アルフレッドの王位継承を望むという結果となり、共和制への移行案が93秒、ギリシャ国民の中から国王を選出するという案が、票、オソン一世体制の維持案が1票を獲得した。結局、ギリシャ政府と列強は、デンマークのビルヘルム王子の王位継承を選択した。全国王オソンと新国王ビルヘルムとの間には二つの、 違いがあり、一つにはビルヘルムは列強による教養でく、ギリシャ議会の満場一致によって選出され、二つには、ギリシャの国王ではなく、ギリシャ人の国王と宣言された、という点にある。コペンハーゲンで取り行われた即位式では、コンスタンディノス・カナリス首相権第一提督を代表とするギリシア人の代表派遣団が出席したほか、イギリス政府が、 神王の即位を記念して、イオニア諸島をギリシャへ割上することを発表した。17歳の神王は、1863年10月30日に、アテネに到着した。ゲオールギオス一世は、前王の過ちを繰り返さないことを決心し、母国語のデンマーク語に加えて、すぐにギリシャ語を習得した。また、カビな服装で人前に現れる前王とは、 対照的に、格式ばらない姿で、アテネの街中に出歩いていた。ゲオールギオス一世は、全王が慌てて亡命した後に、荒れ果てた状態になっていた宮殿を目の当たりにして、混乱を平定した後に築40年となっていた、建物を新しくした。また、デンマークから送られた顧問などからの干渉を受けない、ことを確かなもにしようとし、おじえの手紙の中でも、自分の政府の方針に対する、 いかなる干渉も許さないと言い切った。政治面では議会で長引いていた憲法審議を終えるための処置を取った。1864年10月19日にゲオルギオス一世はコンスタンティノス・カナリス首相の承認を受けた要求状を議会に送り、私は新しい憲法が完成するということを前提に王位を受け入れたのであって、そうでない場合は、 私の希望が挫折されることを意味することなので、そういう措置を受け入れる完全な自由が欲しいと説明した。この言葉は、ゲオルギオス一世がデンマークに帰国するということなのか、憲法を要求するということなのか意味は明らかではなかったが、いずれの事態も望ましい状況ではなかったため、議会はすぐに協定を結ぶに至った。1864年11月28日に、 ゲオルギオス一世は新しい憲法を守護することを宣誓し、この憲法では近代ヨーロッパにおいて初めてすべての成人男性による直接、秘密、普通選挙を通じて代表を選出するように規定がなされた。ゲオルギオス一世は選挙に腐敗があることや大部分が文豪である国民を統治することに困難があることを懸念したが、 選ばれた当局者に適法した権限を任せることによってに作ん主制を成立させた1864年から1910年までの間に21回の総選挙と70回もの内閣の交代があった。国際的にゲオールギオス一世は義兄であるイギリスのエドワード王太子と緊密な関係を維持し当時オスマン帝国の支配下にある一方でギリシャ系住民が 人口の大多数を占めていた、クレタ島問題解決するために、彼の援助を取り付けようとした。オソン一世の統治以来、ギリシャ人の地を一つの国で結び付けたいというギリシャの願望は、イギリスとフランスにとって、頭痛の種であり、両国は、クリミア戦争の間に、ギリシャの民族統一主義を思いとどまらせるために、ピレウス公を占領し、オソン一世を戸惑わせたりした。 1866年にクレタ島で反乱が起きると、プリンス・オブ・ウェールズは、エドワード・スタンリー A 外務大臣の援助を受けて、ギリシャに代わってクレタ島に介入しようと試みた。しかし、列強はクレタ島には介入せず、オスマン帝国は反乱を打ちがつした。1864年から1874年にかけて、ギリシャは21回も内閣の交代が起こり、 最も長く続いた政権でも、その期間は1年半に過ぎなかった。1874年6月に、ハリラオス・トリクピスは、カイロイガミに、匿名で安定した政府の欠如による継続的な政治不安は、ゲオルギオス一世と彼の補佐役たちに原因がある、という内容の論説を書いた。論説の中で、トリクピスは、 国王が少数派内閣を国民に強要することによって先制君主であるかのように振る舞っていると訴えた。他にも国王が議会で最多数の支持を得た政治家を首相に指名した場合、政治家たちは連立政権を成立させるために協調せざるを得なくなり、そのような方法こそが政治的不安定を収め、軍省政党を減らすことにつながると主張した。 この論説を書いたとされる人物が逮捕された後、トリクピスは自ら論説を書いたことを認め、身柄を拘束された。しかし、このことが国民からの批判を買ったことにより、トリクピスは釈放され、憲政秩序毀損の容疑は無罪判決を受けることとなった。翌年、国王はトリクピスに最多数を確保することはできなかったが政権を構成することを打診し、 今後は議会における多数党の代表を首相に指名すると宣言した。1870年代を通してギリシャはオスマン帝国への圧力を保ち続け、イピロスとテッサリアに領土の拡大を求めた。1877年から1878年のロト戦争によってギリシャは初の潜在的同盟を得ることとなった。ゲオルギオス一世の妹ダウマーは ロシア皇太子、アレクサンドルの妻であり、ギリシャが戦争に参加できるよう画策したが、イギリスとフランスによって拒否されることとなり、ギリシャは中立を保持することとなった。1878年に開催されたベルリン会議で、ロシアとオスマン帝国が停戦協定を締結する際、ギリシャはクレタシマトイピーロス、テッサリアに対する権利を主張した。1880年6月に、 イギリスとフランスによって、オリンポス山とヨアニナを含んだギリシャに非常に有利な提案がなされた時、ギリシャの国境線はまだ確定していなかった。オスマン帝国がこの提案に強く反対した際、トリクピス首相はギリシア軍の動員をほのめかすという過ちを犯した。イギリスはギリシャ側に有利な提案を支持したが、時を同じくしてフランスで首相がシャルルド・フレシネから ジュールフェリーに交代したことによって、列強の間で論難が起き、オスマン帝国はギリシャにテッサリア全域を割上するが、イッピロスはアルタ周辺地域のみに止めることを表明した。トリクピス政権が退陣に追い込まれた後、新しく首相となったアレクサンドロスクムンドゥロスは、新しい国境線をやむを得ず受け入れた。トリクピスは列強の変化によって、 教訓を得て政府が確立したギリシャの国境線を後退させる政策を続けたが、テオドロス・ディリアンニスを中心とする反、トリクピス派の最大勢力である民族党はことあるごとにギリシャ国民の反オスマン帝国感情を煽ろうと画策した。1885年にブルガリア人が東ルメリジ地州でオスマン帝国の支配に対して反乱を起こし、実地州と ブルガリア自治公国の合併が宣言された際、民族党に機会が到来した。ディリアニスは、ブルガリア人がベルリン条約を保護にするなら、ギリシャ人もそうしなければならないと発して、同年の選挙でトリクピスを押して、勝利を収めた。ディリアニスは、陸軍を動員し、イギリス海軍はギリシャを封鎖した。封鎖作戦を担当した提督は、1863年に、 ギリシャ国民が初代国王候補に挙げたエディンバラ公アルフレッドであり、当時の海軍大臣は16年前にギリシャで自身の義兄弟が殺害された経験のある諸生リポン公ジョージ・ロビンソンだった。このことにより、ゲオスギオス一世は自身の王家の人脈が常に有利に働く家ではないということを悟り、以降もたびたびそれを実感することとなる。ディリアニスは 武装解除を余儀なくされ、トリクピスが首相の座に復帰した。1882年から1897年にかけてはトリクピスとディリアンニスが交互に政権を担う形となった。19世紀末のギリシャはますます繁栄するようになり、ヨーロッパの中で自らの役割を模索するようになった。 1893年にはアドリア海からピレウスまでの距離を 241km 短縮するコリンス運河が完成した。1896年にはアテネで初めての近代オリンピックが模様されることとなり、1896年夏季オリンピックの開幕式は国王によって取材されることとなった。アテネ郊外に住む水運び妊婦であるスピリドン・ルイスが、 パナシナエコスタジアムでマラソンに優勝をすると、コンスタンティノス王太子とゲオルギオス王子はトラックに降り立ち、ルイスと共に最後の100ヤードを走り、ゲオルギオス一世は席から立ち上がり、ルイスを褒めたたえた。すべてのギリシャ人を一つの領域で結びつけたいという大衆の願望を、メガリーデアは表立ってはいなかったものの決して小さいものではなく、クレタ島でも、 トルコの支配に対抗する反乱が立た。1897年2月に、ゲオルギオス一世は、次男のゲオルギオス王子を、クレタ島に派遣し、同島の占領を試みた。ギリシャ人は、オスマン帝国による、クレタ島を、帝国内の自治州とする案を拒否し、ディリアンニスは戦争のために海軍を派兵した。列強は、ギリシャの領土拡張に反対し、2月25日に、 クレタ島は、オスマン帝国内の自治州となることが表明され、ギリシャ及びオスマン帝国の民兵に撤退するよう命じた。オスマン帝国側はこれに同意したが、ディリアンニス首相はこれを拒否して、ティモレオンバスソス大佐が指揮する1400名の兵力をクレタ島に派兵した。列強が封鎖を宣言する間、ギリシャ軍はマケドニアの国境を突破し、 皇帝アブデュルハミト2世に戦線を布告し、キド戦争が勃発した。ギリシャがついにオスマン帝国と開戦したという発表は、アテネで狂乱的なまでの愛国心の爆発と国王を称える自然発生的なパレードという形で歓迎された。数千人の支援者たちがコンスタンティノス王大使が指揮する部隊に合流、協力すべく北部へ動いた。だが、 戦闘は準備が不足していたギリシャ側に不利な展開となり1897年4月末にギリシャの敗北により戦争は終結したギリシャの敗北による最悪の結果はイギリスとロシアの親族が介入したことによって軽減されたがギリシャはクレタ島が国際保護地域に置かれることを容認せざるを得なくなり四百万トルコポンドの賠償金とテッサリア国境付近の 幼稚を譲渡することとなった。開戦時には国王を頑固しながら叩えたギリシャ国民だったが敗北により状況が一転しゲオルギオス一世は大意まで考慮するようになった。だが1898年2月にあった暗殺未遂事件をものともしない勇敢さを国内に見せつけたことにより国民は再び国王に敬意を抱くようになった。クレタ島において イギリス人副領事が殺害されるなどの事件が相次いだ後の同年末にゲオルギオス王子がオスマン帝国の創始権の下で自治権を持つクレタ州の総督に就任した。ギリシャが近代史上初めてクレタ島を事実上の支配下に置いた瞬間だった。1901年1月22日にイギリスのビクトリア女王が亡くなるとゲオルギオス一世は ヨーロッパで二番目に在位期間の長い君主となった。ゲオールギオス一世は新しくイギリス王となったエドワード7世と変わらず良好な関係を保っており、両国の関係にも良い影響を及ぼした。特にイギリスからクレタ島の総督を務めるゲオールギオス王子への援助を取り付ける上で非常に重要なポイントとなった。しかし、クレタ島議会のリーダーであるエルフテリオス・ベニゼロが ゲオルギオス王子を失脚させるための運動を展開したことにより、1906年にゲオルギオス王子は総督を辞任した。1908年に起きた青年トルコ人革命への対応が評価され、ベニゼロスの権力基盤はさらに強化され、同年10月8日にクレタ党議会はゲオルギオステオトキス首相のアテネ政府による保留措置履歴の反対にもかかわらず、 ギリシャ本国とクレタ島の統合決議案を可決させた。しかし、各国はこれを承認せず、アテネ政府も事実上黙殺し、未解決事案として暫定的に国際委員会の管理下におがれることとなった。そんな中、可視官クラスの若い軍人たちが、軍隊連盟という組織を結成して、軍の改革や王政の廃止などを盛り込んだ計画を議会に提示した。しかし、 ディミトリオスラリスがこれを拒否したことから、軍隊連盟はクーデターを起こし、ゲオルギオス一世は民主的な選ばれた議会を支持するように主張した。結局、軍隊連盟は憲法改正のために議会を招集するべく、ベニゼロスと連携することを決めた。最終的に、ゲオルギオス一世は譲歩し、1910年8月に選挙が行われ、10月にベニゼロスは、 首相となった。しかし、大部分の野党が連携を拒否したことから、ベニゼロスは12月に、再び選挙を行い、安定多数を確保することに成功した。ベニゼロスとゲオルギオス一世は、キド戦争での惨敗による損害を修復するべく、より強い軍隊を保持する必要があるという点で、一致していた。コンスタンティノス王大使は、陸軍の観察官として復帰し、 後に最高司令官となった。王大使とベニゼロスの厳密な監督のもと、ギリシャ軍はイギリスとフランスの援助によって再訓練を受けて母子、海軍には新しい艦船が注文された。その一方で、ベニゼロスは外交手段によって当時弱体化していたオスマン帝国に対抗するべく、バルカン半島のキリスト教諸国との連携を強化し、バルカン同盟を結ぶに至った。 1912年10月8日に、モンテネグロが、オスマン帝国に戦線復刻をすると、セルビア・ブルガリア・ギリシャが連名で、最後通帳を送付して、これに合流し、第一次バルカン戦争が勃発した。結果は、バルカン同盟側の勝利に終わり、厳しい訓練を経た、総勢20万名のギリシャ軍は、連戦連勝した。1912年11月9日に、ギリシャ軍は、 ブルガリア軍より数時間早く、テッサロニキに到着し、その数日後に行われたパレードで、ゲオルギオス一世は、コンスタンティノス王太子とベニゼロスが付き従う中、ギリシャで第二の都市となったテッサロニキに、勢いよと乗り込んだ。ゲオルギオス一世は、テッサロニキでも、アテネと同様に護衛兵をつけずに街中を歩き回った。1913年3月18日午後、 テッサロニキのホワイトタワー付近を散策していた際、ゲオルギオス一世はアレクサンドロススヒナスに背後から至近距離で銃撃され死亡した。スヒナスは取り調べの中で社会主義組織に属していた国王が自分に金を渡すことを拒否したの殺害したと供述した。ギリシャ政府は事件の背景に政治的な動機はなく、 スヒナスはアルコール中毒の不老者であると発表した。スヒナスは刑務所で拷問を受け、その6週間後に警察署の窓から転落して死亡した。ギリシャとデンマークの国旗に覆われたゲオールギオス一世の棺は、たとえ宮殿の墓地に埋葬される直前の5日間はアテネの生神女福音大聖堂に安置された。1867年に、 ロシア皇帝アレクサンドル2世紀の弟コンスタンチン、太閤の娘であるオリガ・コンスタンティノブナ、ギリシャ5名、オルガと結婚し、ペテルブルクで挙式を行った。夫妻は8人の子を設けた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。